ほい、皆さん、こんにちは。小坂でございます。赤色マンション、続きをやっていこうと思います。さあ、2週目に入りまして、ちょいちょい間のね、テキストの選択肢を変えながら進んでおりますが、まだ大きい変化はないかなって思っているところですけれどもね、どっかフラグをちゃんと踏んでるかしら。はい。多分、今回ぐらいからね、少し、物語の傾向が変わってくるんじゃないかなと予想しております。やっていきましょう。それが解明できない。イコール全滅ってこともあるわけだから。全滅。僕は仁科香織の言葉をオウム返しにした後、黙り込んだ。全滅。全滅。全滅。それはゲームの中でなら何度も目にしたことのある言葉だったし、また自分も気軽に使ってきた言葉だった。何機死んだ。もう残るは一機。また全滅だ。だからそんな事態が現実に起こっているのだということがまだ理解できない。話が飛躍しすぎじゃないですか？まだ本当に人が死ぬ呪いだと決まったわけでもないし、そりゃ壊れた携帯が鳴るとか、マンションのドアが開かないとか、超常現象的なことは起きてますけど。甘い、神が。またも仁科香織はバッサリと切って捨てる。呪いの連鎖はホラーもののセオリーでしょうが、大体ね、そうやって誰かのいたずらだとか、そんなことあるわけないとか、現実逃避してるうちに事態は取り返しがつかなくなっていくものなのよ。ドアは開かない、姫路は戻ってこない、警察は来ない。この状況じゃどうせぼーっとテレビ見てお茶飲んでってわけにもいかないんだから、自分たちにできることはしておく方が賢明でしょうが。呪いでバッタバッタと人が死んで残りの一人になりましたなんて事態になってから後悔しないように、私たちは最善を尽くすべき。最善を尽くすか。僕は仁科香織の意見を聞いて思った。この辺からね、ちょっとね、鍵がありそうですよね。はい。まだ B の方を掘ってなかったような気がするので、こんなに呪いを強調するのは何か裏があるのでは。僕は仁科香織の横顔を盗み見る。確かに今現在何か超常的な現象が起きていることは間違いないようだ。だけどこんな風にすぐ呪いだなんて信じられるものだろうか。手品には種がある。超能力と呼ばれるものだって多くがペテンだろう。これは彼女によるミスリードということは考えられないだろうか。仁科香織はこの事件について何か知っていて、それを隠そうとしているとか。何か言いたいことでもあんの？僕の視線に気づいたのか、仁科香織が問いかけてくる。呪いだっていう証拠でもあるんですか？僕は意を決して彼女に尋ねてみた。だから、今は考える前に動かないと間に合わなくなるかもって言ってるんでしょうが。すいませんが、根拠もないのに動けませんよ。一回口に出してしまったからには、中途半端に引くわけにはいかない。僕は続けた。呪いだと信じて行動するってことは、その他の選択肢を捨てるってことです。その他の選択肢って何よ？だから、例えば、殺人とか。殺人？そうですよ。皆さん冷静になってください。確かに携帯が一度に壊れたり、おかしな着信があったりはしましたけど、何も幽霊が現れて僕らを殺したわけじゃないんです。おとなしさんは僕らの目の前で死んだ。それだけが事実です。死因や殺害方法はこの際置いておきましょう。僕らは警察じゃないし、今の時点では断定できませんから。確かに、おとなしさんは、落下死してますよね。で、いつものね、セオリーだと、日本刀で首切りされてるのが、最初からじゃなかったですからね。ここが結構分岐点になるんじゃないかなとは思うんですけどね。僕は大きく息を吸うと続けた。だけど首を切った人物ならどうでしょう。ある程度わかるんじゃないですか。首を切った人物がこの中にいるってこと。仁科香織が厳しい視線を送ってくる。ひるまずに僕はうなずいた。呪いでないと仮定すると、そうですね。おとなしの死体を発見した後、僕らは姫路さんを直子ちゃんの部屋から送り出した。その後一旦解散して10分後に集合した。10分では首を切ることは不可能だ。
だけど、あの集まりに遅れてきた人物がいる。それは、はい、仁科さんです、神谷さんです。すいません、やっぱり分かりません。どっちもありますね、これね。まあ素直に疑った方行きましょうかね。神谷さんです。神谷さんです。僕ですか？神谷さんがぐねっと体を曲げながら自分のことを指さす。特に怒った様子も取り乱した様子もない。ちょっと大丈夫なの？春菜が耳元で囁いてくる。僕の勇み足だったろうか、不安になりながらも僕は続けた。そうです、神谷さんは10分後と言われたあの時大幅に遅刻してきましたよね。まあそうですね、どうにもインスピレーションが湧いてしまったものですからね。神谷の遅刻ならいつものことだけどね。仁科香織が口を挟む。神谷さんはアート優先ですからね。あの時も確かそうでしたよね。山瀬くんが神谷さんの姿を眺めながら言った。今も神谷さんの作業着は青絵の具まみれだ。そう、山瀬くんの言う通り、神谷さんはアートを描いていたと言って遅くなったと言っていた。そのアートというのが自分をこの青い絵の具で彩ることだというのは、神谷さんの今までの気候を見ていると違和感はない。だけどもしそこに他の理由があったとしたら。神谷さん、部屋を見せてもらえますか？僕は勇気を出していった。部屋ですか？僕の？キョトンとした顔で神谷さんが聞き返す。はい、すいませんが。もし神谷さんが音無しの首を切った犯人だとするなら、その部屋には何かの痕跡があるのじゃないかと僕は考えたのだ。痕跡、例えば凶器とか血痕とか。僕は神谷さんの顔をじっと見た。もし断られたとしても、その断ったという事実こそが何か隠しているという証拠になるかもしれない。いいですよ。しかし神谷さんはにっこりと笑うとそう答えた。いいんですか？別に構いませんよ。でも部屋の中の作品には手を触れないようにお願いしますね。やっぱり僕の考えすぎだったんだろうか。神谷の部屋なんてレアだね。仁科香織が好奇心に顔を輝かせ始める。まずい。僕だけで大丈夫ですよ。仁科さんたちは呪いの可能性の方を探っておいてください。僕は急いで行って神谷さんを促した。じゃあ行きましょう。私も行こうか？春菜が声をかけてくれる。いいよ、春菜はここで待ってて、すぐだから。この様子なら多分僕の考えすぎだとは思うけど、万が一神谷さんが殺人犯だったら春菜が危ない。いや、君も危ないよ。一対一だよね。しかも相手の陣地、怪しい雰囲気がちょっと漂ってる気がするんですけど。僕は春菜の申し出を断って神谷さんの部屋に向かった。エレベーターで2階に上がる。神谷さんの部屋は202、音無しの部屋の隣だ。どうぞ。絵の具だね。普通に油絵の具かな？ね、油絵のセットですね。部屋に入るなり、絵の具の匂いが鼻をついた。間取りは僕の部屋と一緒の 1K だが、雰囲気はまるで違っていた。部屋は垂れた絵の具で汚れているし、あちこちにキャンバスが置かれている。本当に画家なんだな、と改めて思う。中にはズタズタに切り裂かれているキャンバスもあった。作品が気に入らずに自分でやったのだろうか。やっぱり神谷さんは凶暴性を秘めた人なのか。少し警戒しながら神谷さんについて廊下から奥の部屋に入る。部屋の中も画材やキャンバスで埋め尽くされていた。人が一人座る分だけスペースがある。そこがいつも神谷さんが作業をする場所なのかもしれない。見たところ凶器のようなものは見当たらないが、血痕を探すなら部屋よりもバスルームだろうか。バスルームも見せてくれるよう神谷さんに頼もうとしたとき、僕はそれに気がついた。部屋の隅にあるシングルベッド、その布団に奇妙な盛り上がりがある。誰か寝てる？誰が？
神谷さんは住民には内緒で誰かを連れ込んでいたのだろうか。僕はベッドに近づき布団をめくった。僕はその場に尻餅をついた。足がガクガクと震えて立ち上がれない。いやでもな、美術系の人だったら 3D もあるからな。どうなんだろう。あれ来てしまったか。これどうやって読むんだろう。はい、調べてきました。コンガスリですね。かすりの着物っていうのはね、よく喋るのは喋るけれどもね、漢字知らなかったですね。コンガスリの上品な着物を着た長身の男が真上を向いて寝ている。その手と手はきっちりと組み合わされていた。そう、そこにいたのはおとなし、首のないおとなしの死体だった。僕はうめき声を上げながら自分の手を見た。そこには青い絵の具がついている。おとなしの遺体に触れた時についたのだ。なぜならおとなしの首なし死体は青い絵の具で青く染められていたから。触ったんですか。気づくと神谷さんが背後に立っていた。作品には手を触れないようにって僕言いましたよね。何が狂気だ、何が結婚だ。もし神谷さんが犯人だとするなら、死体そのものを隠していた可能性をどうして考えられなかったのか。僕は自分のうかつさを習う。しかしもう遅い。神谷さんの両手は僕の首にしっかりと絡みついていた。それ僕の作品です。神谷さんは口元を歪ませると言った。それが笑いなのか不快を表す表情なのか僕にはもうわからない。神谷さん、あなたなんですか。あなたがおとなしさんを殺したんですか。それはもう言葉にならなかった。死を汚す者は許さない。神谷さんの手が僕の喉を締め上げてくる。薄れゆく意識の中、僕は必死で考えた。おとなしの遺体が神谷さんの作品だとするなら、もしかしてこの後僕も。はい、エンドナンバー19、作品はベッドの上に。これはどうでしょうね。もうでもおとなしさん死体になってたからな。だからもう素材として扱ってるだけなんじゃないかなっていうのはちょっと思うんですけどね。どうなんでしょうね。フェイクっぽい雰囲気しますよね。死んでなかったら多分やってないんじゃないかなっていうようなイメージがちょっとありますね。さあ、エンディングリスト見ていきましょう。はい、18の続きを通ったかな。はい、ついに次のページの方に分岐が分かれましたね。さあ、今の選択肢、神谷さんが遅れてきた、西名さんが遅れてきた、そこからまたね、分岐があると思うので、そちらを進めていこうかなと思います。ではでは、ちょっと短いですが、今回はここまで。ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方は、ぜひぜひ、グッドボタン、あるいはチャンネル登録、よろしくお願いします。では、また次の赤色マンション、あるいは他のゲームでお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。